皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。ヨウムです。フランだよ。ニトリです。ココロです。アタイだよ。社名マルと申します。では、このシリーズの続きをやっていくよ。さあ、またどんな能力が追加するのか楽しみだな。いよいよ、あの植物センターに行くんだね。あ、そうだ。確かガーデンセンターとか行ったね。なんか詳しそうだな。はあ、なんとか修理ができたよ。Well, there's no getting past that thing, unless you can trap it somehow. Return to the ring altar. I have a little something that may help.このまま行ったら一発でやられそうだね。こいつを防止する必要があるようだな。さあ、またどんな能力が出てくるのかな。またテレポート能力だったりしてね。お、それがいいね。何が出るんでしょうね。お、なんか変わった能力が出てきたね。ブロケードと書いてあるな。ブロケードといえば、出入り口と道を封鎖する能力かもしれないね。よし、ちょっとスピードを強化していくよ。他の能力も強化した方がいいかも。あ、言われてみればそうね。じゃあハーフハーフね。なるほど、こうやって強化していくんだな。もうちょっとスピード時間を増やしていこうかな。いや、もうちょっと追加。おいおい、別の能力も強化していけ。よし、とりあえずこんなもんだね。あれ、この中にリセットボタンがないんだけど。まあそれでいいんじゃない。じゃあ、一回試してみよっかな。あ、能力を変えるには1か2で変えるんだね。へえ、なるほど。この封鎖能力があれば、相手を防止することができますね。よし、一回使ってみるぜ。はい、どうぞ。うわ、なんか剣の山みたいな形してるんだけど。あ、これはマウスホイールで位置を変えられるんだね。なんか色々出てくるんだけど、やっぱ能力って面白いね。ここで設置しよっかな。うわ、やっぱ剣の山に似てるわ。なるほどな。これで抑えるってことだな。7秒ぐらいだっけ。なるほど、こういう能力なんだね。じゃあ、あいつ封じるわよ。よし、封鎖能力を発動するよ。これで封じた。さあ、次のエリアに向かうわよ。いよいよチャプター2へ突入だな。はあ、やっぱ来ちゃったね。そうだな。A garden center? Looks like this place has seen better days. あそこがガーデンセンターなんだね。今外に出たんだけど、もう現実に戻ったの？確かに外に出れたけど、残念ながらここは作り物の世界なんだぜ。あ、しかも車が通ってるし。ってことはまだあの世ってことですよね。まあまあ、細かいこと気にしないでさ、すぐに入ってかけらを回収していくよ。チューリップの庭作りと言うんだね。え、ちょ、人が固まってるけど。うわ、人が石像化してしまってるけど、もしかして怪物に襲われたのかな。え、襲われたらこういう風になっちゃうの？え、何それ怖い。多分あの植物に襲われたに違いないな。確かゲームセンターで見たよね。じゃあどうやったら回避すればいいんだ。ちょっとどんな植物なのか見ないとね。あ、かけらがあったね。うわー、出たー。うわー。何する気だ。うわわ、バグが発生した。やばいやばいやばい。あ、危なかったぞ。ひぃ。If you don't want to spend the rest of eternity as a garden ornament, it may be in your best interest to avert your eyes. いや、絶対住みたくないんだけど。冗談じゃないぞ。あんな奴らと石になりたくないぜ。早く全部回収して逃げないと。さあ、また頑張っていくよ。今のはやばかった。何されるのか分かったもんじゃないぞ。私もあの植物に避けたいですね。うわ、後ろから聞こえてきた。あ、やっぱ見つかっちゃったわ。今回は少し足が速いと思うぞ。お、また楽しくなりそうだね。うわ、やっぱ来ちゃってるわ。このブロケードで封鎖よ。あ、危ない危ない。この能力は7秒以内に逃げ出さないといけないからな。あ、ここにも石像化してるよ。なんという恐ろしい場所なんだろう。やっぱ魔楽の仕業かもしれないな。そうよね、やっぱ悪魔しか作れないからね。よく作れる能力があるんだね。これって小屋なの？え、危ない。あ、危なかった。お、カルトの石像が建てられてるね。まだ近くにいるのかな？封鎖？これはヤバすぎるだろ。あ、ボーナスポイントだ。うわ、また落ちてきますよ。見つけるの早いね。早く遠く離れないと。待って、前より鋭いんだけど、また難易度が変わってるかもしれないよ。早く溜めないかな。よし、また封鎖よ。はあ、だんだん慣れてきた。あ、
たかな。え、まだ追ってきてるやん。おいおい、やっぱ難易度が変わってきてんじゃんか。うわ、こっちに来るよ。こっから避けられるかな。ギリギリ危なかったぜ。よし、またここで封鎖よ。もう何体ぐらいいるんだ。多分そんなにいないと思うんだけどね。やっぱ怖。はぁ、100を切った。あと隠しファイルもあるよ。この中か。お、ありましたね。よし、またこっから離れるわよ。もう隠れるところはほとんどないですね。うわ、来やがったぞ。怖いよ。うわ、近い。もうここでスピードブーストよ。はぁ、残り83個か。さぁ、まだ追ってきてると思うんだけど、もうそろそろ決めないといけないね。ダメだ、全然振り切れないんだけど、ならブロケードで防ぐしかないでしょ。やっぱ隠れても無駄ってことね。耳も澄まして行動するしかないようだな。どこ隠れても見つかるし、もうここで走るしかないね。よし、ここも回収したよ。残りあと41個みたいね。お、あと少しみたいだね。でもまだやられてませんし、これは順調に進んでるみたいですね。よし、あともうちょっとだぜ。え、今登ってなかった？あたいも見た。また後ろから追ってくるんだろうね。うわ、やっぱりだ。近い。やっぱどんなに走っても避けられないようだね。よっしゃ、全力ダッシュだぜ。よーおお、巻いたかな。うわ、まだいるよ。なんという恐ろしい植物なんだ。お、怖い。仕方ない、もうここでかけるわ。封鎖。あ、逆、おい、どこ行ってんだ。残りあと34個ね。もうちょっとの辛抱ですね。うわぁ。うわ、危ねえ。もうちょっとで捕まってたよ。はぁ、残り12個。あともう少しですね。うわ、また来てるぞ。まったくしつこい奴らだぜ。もうこのまま走るしかないね。止まったら捕まりますからね。残り8個みたいだね。え、また来たのか。これはまずい。あんたどこから出てきたの。うわー、怖い。やばいって。わかる、やっぱ焦ることもあるよ。やっぱ頭を使う怪物もいるぜ。うわわわわわ。はぁ、残りあと4個だな。もうそろそろ次のエリアに進めないと。はぁ、これで全部ね。You've collected all the shards. No sign of the ring order though. Better go further.じゃあ、残り隠しファイルとおまけアイテムを探しに行くよ。ここの前半はクリアだね。確かここだね。あ、これレコードじゃん。よし、残るは隠しファイルね。確かここだった気がするね。お、あった。これで全部か？いや、あと残り一つは後半にあるよ。さあ、中に入るわよ。うわ、これ一本道じゃん。開かないね。お、リングオルターが発見したぜ。ここも開かないね。Well, there's the ring order. The barrier is still active though. There must be more shards elsewhere in the building. Keep going. どれもこれも開かないんだけど、次は右に行けば後半戦になるわね。これも開かないな。では右ですね。あ、またパックンフラワーみたいなものがいた。ちょっとおとなしいね。That looks like the way to go, but it's blocked by that thing. See if you can find something to distract it with. つまり、何か餌を与えないと進めないってことね。じゃあ水を持っていけばいいのかな？いや、どうなんだろうな。とにかく餌を探して、次のエリアに進めないとね。どんな餌を与えるんでしょうね。あれ、ここって店かな？なんか見たことがない商品が並んでるんだけど、誰も買わないんだろうな。なんか色々少ないね。もうここは倒産してるみたいね。どれでしょうね。We all うわ、なんか始まったんだけど。nature and provide them with the nutrients they need to blossom and bloom. However, there are some plants that can't be sustained by simple plant food and watering. To keep some plants fed, it could cost you an arm and a leg, or even a relative.But what if I told you there was another way? With all new Malik's original plant food, hacking off a limb to keep your plants fed is a thing of the past. Malik's original plant food will have even the most vengeful of vegetation coming back for seconds and leaving your vital organs alone. Since my retirement, I've devoted my time to expanding and nurturing my garden. However, I have come to find that keeping my plants fed was beginning to
deplete my follower count. Thanks to Malik's original plant food, I'm down to just 7 sacrifices a day. This is just blood. All new Malik's original plant food, selling now only at Tulips Garden Center. Malik's original plant food is not responsible for excess growth in plants leading to damage or destruction of property or personnel. なんか怖い CM だったけど、これを持っていけばいいんだよね。なんなんだあの番組は。とりあえず、餌をゲットしたんだし、あとはあげるだけだね。取材しなくて正解でしたね。あともう一つのおまけアイテムがあるよ。お、またレコードがあったね。じゃあ、戻るよ。これあげても大丈夫だよね。うわ、こりゃひどい匂いだぜ。うわ、危ない危ない。Bon appetit。 よし、今のうちに行くわよ。さあ、また頑張っていくよ。また後半戦ですね。また気合い入れていくぞ。あ、また一本道ね。あ、今度は225個だね。ここは倉庫かな。あ、レバーがあった。はあ、また2戦目だな。Looks like you found Preston's shards. Now hurry. うわ、なんか広いところに来たみたいだね。お、ここはまさにジャングルみたいだね。でもここは安全とは思わないね。確かにここも安全ではないし、むしろ危険なところなんだよね。またこっから襲ってくるからな。また何が起こるのかわかりませんね。あたいまだ大丈夫だよね。やけに静かなんだが、またどこか出てくるのか？うわ、危ない。うわわ、視界が歪んできた。なんだ？なんか撃ってきたね。向こうの植物から撃ってきたのかな。また注意が必要ですね。なんか気持ち悪かった。また視界が歪んだら間違いなく倒れてたぞ。どこから狙ってくるのかわからないけど、あのガスを避けないといけないね。じゃあ、右に行ってみよっかな。お、また出てきたね。どこなの？見つかったか。うわ、やっぱ出てきた。やっぱこの音楽がないと捕まってたね。ちょっと一回離れよう。うわ、見つけるの早。はぁ、できればロッカーに隠れば休憩できると思うけどね。でもランクの成績が下がってしまうから、ここにもいた。うわぁ。早くあの橋に逃げないと、お前ら、急げ。うじゃぁ。もうダメだ。捕まってしまうぞ。なんか楽しそうで何より。おい、何の粋なこと言ってんだ。早く発動しろよ。よし、発動した。うおぉ。ちょっと次あの建物に入るよ。ここはちょっと危ない。はぁ、なんとか巻いたね。もう挟み撃ちにされるとこだったが、まだ助かっているとはな。もうあんなの怖すぎるでしょ。さすがに私も怖くなりますね。でもいい経験だよね。うわ、ここはどこなんだ。さあ、ここはどこなんだろうか。ちょっと一回降りてみるか。お、どうやらここは植物の研究室みたいね。やっぱここも危ないわね。よし、もうここは済んだね。残りあと122個か。まだ来てないようだな。次は右に行って、隠しファイルを探さないとね。ここに来る前に離れないとな。お、また違うとこに来たね。誰も来てないようだね。これを回収のチャンスですね。また撃ってきたんだけど。よし、100を切ったぜ。あれを取るの？いや、使うのまだ早いと思うね。またどっから出てくるのかわからないぞ。まず落ち着いて行動するべきですね。フラグには注意してよ。あ、またここにもあったね。何も出てこないよね。もう80を切ったね。これはいけるぜ。やっぱり来なかったね。ちょっとほっとしたかも。それはどうかな？うわわ、やっぱ出てきた。早く逃げないと。ね、言ったでしょ。気づかれる前に離れないと、まさかここに現れるとはな。普通に入るとは思わないな。あ、そうだ、確か隠しファイルは右側にあるはず。お、あったあった。よし、ファイルはこれで全部ね。あとはボーナスポイントだ。もう見つかっちゃったよ。嘘だろ。うわぁ。おい、早く逃げるぞ。やっぱ待ち伏せされたか。早くスピードブーストを発動して。はぁ、これはまずい状況になったんだけど。またどこから出てくるのかわかりませんね。もしかしたら上にいたりして。まさかね。でもなんとか回避したけど、残りあと50個なんだよ。やっといたー。ちょっと予想外だったね。はぁ、植物って怖いわ。
はぁ、残りあと11個。お、あともう少しじゃん。またやられるかもしれないが、もうちょっとの辛抱だぜ。どこ行っても現れるし、もう隠れるとこないね。思ったより難易度が上がってますが、やっぱこのステージは難しいですね。そうだよね。うわわ、こっちに来るよ。やっぱ難しいに決まってるだろ。うわ、また前から来た。いやー、お前ら、あともう少しだぜ。また一回やられたらランクが下がってしまうからね。もうこれAランクになっちゃったな。それでもここで諦めるわけにはいかないからね。お、よく言ったね。あたいだって諦めてないよ。うわ、まだ来てるよ。よし、もうここで封鎖よ。はぁ、これで抑えた。残りのかけらを探すぞ。また上から待ち伏せされなきゃいいけどな。いや、もう絶対起きないと思うよ。え、まだいるやん。もうここでスピードブーストだぜ。あ、来たよ、オブが。はぁ、この3個を回収して、リングピースをゲットだね。よっしゃ、終わったぜ。That was the last shard. Now get back to the ring piece. The end's in sight. じゃあ、リングピースまでカット。お、バリアが解除されたね。これでクリアね。Stop right there. うわ。I am Malak. Why yes, Beus. I've been watching you for some time, mortal. And I'm afraid you've started to become a bit of a problem for me. Your dodges of death have proven a little too consistent for my liking. Never before have I witnessed a mere mortal best the father. It's impressive, I must admit.But unfortunately for you, it's about time I put this little streak of yours to rest. おいおい、ここでボス戦か? I'm far too busy to invest my time in crushing something as weak and insignificant as yourself. Luckily, I have a little friend here to assist me. うわわ、なんだ? お、ボス戦来たね。I'd love to stay and chat, but I'm afraid there's not much point as you'll be dead in about a minute.Goodbye, mortal. It's been a pleasure. みんな、早く階段。何が起こるというんだ。うわー、なんか出てきたー。うおー、ボス戦来たー。でかい。This isn't looking good. Keep moving up. そうだよね。もうここで登るしかないでしょ。うわ、来たぞ。うわわ、こりゃ早く逃げないと食われて死ぬ。危ない。危な、普通通ったらやられたぜ。うわ。ここから移動するにはタイミングが必要ですね。そうだよね。やっぱタイミングを測らないとと。えちょ。よし、ここでスピードブーストよ。うわ、やばい。あ、危なかったわ。上から音がしてるんだけど。あ、もしかしたらスイッチかもしれないよ。お、あった。うわ。はぁ、これは危ない。よし、早くスイッチを入れるぞ。うわわ。よし、ポチッと。うおー、倒したー。いや、まだあるかもしれないぞ。私もそんな気がした。あ、あんなところにはしごがあった。早く登って。It didn't like that one bit. Keep going. Try and find another. うわ、また来やがったぞ。一回だけじゃ倒せないのか。まだ他のスイッチがあるはずよ。さあ、早く、うわわ。お、怖い怖い。えちょ、また撃ってくる植物が出てきたんだけど、避けられるえちょ。うわ、撃ってきた。でほ、視界が歪んで前が見えないからだ。Vegans beware, the plants are biting back. はぁ、あの植物に注意しないとね。よし、ここでスピードブーストを使っていくぞ。どこ向くのかわからないよ。これは本当に怖い。お、これはいけますね。あともうちょっと。お、うまくいってるみたいね。うわ、危ない。うわ、また視界が歪む。うわ、危な。ゲホ、ゲホ。は、早くここから離れないと。言わなくてもわかってるって。うわ、こいつが撃ったんだな。は、早く登らないと。おっと。ダメだ、もうこの匂いがきつい。よし、着いた。は、早く押すわよ。はぁ、はぁ、なんとか倒したよ。もうこれで安心したぜ。そうかな。なんかまた出てきそうだわ。よし、また登るよ。It looks like you did it.えっと、第二形態が出てきた。マジか。I may have spoken. お、今度炎も使うんだね。こういうのできるとは。今度何するんだろうか。うわ、紫の弾幕で撃ってきた。おいおい、こういうのできるのかよ。でもそんなに速くないね。
うわ、でもあの炎を避けないとね。え、また妨害してきたんだけど。ゲホ、よし、今のうちに脱出するぞ。ゲホ、ゲホ。うわ、また撃ってきた。これはさすがに難しそうだな。あ、また炎を出すつもりだ。しゃらくせ、こんなの余裕に決まってるだろ。うわぁ。え、ちょ、何してんの。は、早く消火器。ちくしょ、舐めやがって。うわ、危ねえ。ここでスピードブーストを使った方がいいね。やっぱこれは難しそう。あ、スイッチがあった。やっとついたみたいですね。はぁ、やっとついた。よし、早くボタンを押さないと。あ、あれ、どうなってんの。お、また倒したね。まったくとんでもない怪物が現れたもんだ。これで終わったのかな。まだ終わってないみたいだぞ。Alright, I think it's really over this time. うわー、また出たー。第三形態ですね。This is getting ridiculous. もうあんな怪物に絶対食われたくです。はぁ、ヨウムも捕まってしまったか。ヨウム、どんまい。ザ、残機が残り1個だよ。もうここでやられそうだぜ。まあまあ、もうすぐ着くから頑張って。早く無事に終わらべし。はぁ、やっぱ難しかったかも。ちょっとタイミングが悪かったみたいでしたね。でもこっちもいい勉強になったよ。やっぱ難しいよ。これまたやり直しかもね。そうよね、じゃあまた挑戦よ。はぁ、やっとここまで登り切ったよ。隠しファイルとボーナスポイントもゲットしたからな。ちょっと二人とも、ここを集中していかないと。ここはもうなんとか慣れてきたし、このままいけると思うよ。はぁ、あと一回登ればスイッチがあるはず。あ、ここでスピードブーストだ。は、早く出たいよ。もうちょっとができるの、頑張れ。Looks like the only way is down that chute. は、やっと出られるよ。だ、助かったぜ。は、早く逃げないと。でも結局倒せなかったけど、なんとか逃げ切れたね。まだ倒していないってことは、また逃げないといけないじゃん。これは面倒なことになるな。うわ、滑るの早いんだけど。あ、出口が見えました。やっとね。今度はなんだ？うわ、謎の空間に来たんだけど。ここは一体なんだろうか。ちょっと曇ってて見えないな。どこだろうね。あれ、もしかしてこの人の記憶にいるのかな。だとしたらダグと一緒だな。え、ダグって誰。詳しくは再生リストにダークデセプションでチェックしてみてくれ。ちゃんと書いてあるぜ。なるほど、じゃあ後で見ていこうかな。うわ、何が起こったの。みんなが大騒ぎなんだけど。もしかしたら事故を起こしたかもしれないね。ああ、いろいろ事故がありますからね。待てよ、もしかして主人公の記憶じゃないのか。さあ、どうなんでしょうね。なるほど、わかった。逮捕された理由がわかった。この主人公が事故を起こしたんだよ。あ、今車の中に来たんだけど。あ、あの看板って。ってことは、主人公の記憶だったんだね。車と人と事故を起こしたのかな。多分それしか考えられないんだけどね。これはなんて悲しいことなんだろうな。うわ、パトカーが来た。ということは、じゃあ主人公はもう逮捕されたってわけだね。刑務所に送ったってことだな。これは悲しいニュースですね。お、やっと出られた。また戻ってこれてよかったぜ。あとはポータルへ向かうだけだね。なんか静かなんだけど。It's quiet. Too quiet. え、ちょ、今度は何。まさか。おい、冗談だろ。うわ、また出てきた。え、飛んだ。まずい。来たわ。は、早く逃げないと押しつぶされてしまうよ。うわわ、生きてお伝えでしました。おい、生きてを妨害しようとしてんぞ。大丈夫、きっと出られるはずだよ。このまままっすぐ行けばいいかな。うわ、どんどん攻めてきてるぞ。また怖くなってきた。うわ、また塞がれた。うわ、もうここまで来ちゃってるよ。本当に無事に出られるかな。ちょっと思ったんだけど、道を案内してくれてるんじゃないかな。え、襲われないの。とにかく走り続けるんだぜ。やばい、作者さんってこういうの作れるとは思わなかった。喋り方もすごかったもんな。ファンの人がこういう才能があるとはね。もうこれは評価するかもね。今回マラクも出てきたからな。けど声が別人だと思うが、いいパフォーマンスだったぜ。あ、もう出口が見えてきた。もうここは恐怖のガーデンセンターでしたね。よし、もうここから出るわよ。あ、ポータルだ。 There's
close the portal quickly. よっしゃ、やっと出られたぜ。では、脱出。はあ、これでやっと全部クリアできた。けどいい戦いだったぜ。はあ、これで終わったんだね。では見てみましょっか。お、レベル12になったね。はあ、もうこれで終わったんだな。お、3107点ね。他の奴らは？はあ、3470点とはね。ちょっと下行ってみよっか。私たちは14位になったね。けどこんなに頑張ってるしな。もう十分楽しんだぜ。そう、楽しいのが一番だね。では、また戻りましょうかね。あいつが待ってるからな。そうね、じゃあ戻るわよ。Good work. But now Malik knows you're here. Things won't be quite so smooth from here on out. But there's no time like the present. On to the next nightmare. うわ、また見たことがない顔が出てきた。またチャプター3待ちだな。さて、もう強化しても大丈夫でしょ。これで足りるかな。もうちょっとかな。お、もうフルマックスになったね。じゃあ、最後超能力を試して、その後ポータルに入るわよ。そうだな、あとせっかくなんだし、ファンアートと他の見ないといけないからな。じゃあ、ポチッと。お、かなり持つじゃん。残り最後はブロケードだね。やっぱ強化しないと当然捕まってしまうからね。そうだぜ。ちゃんと目標を達成すれば、スキルポイントがたくさん得られるんだぜ。S ランクでね。なるほど、またいろいろ学んだな。よし、もうこれで十分ね。またここも変わるかもしれないね。さあ、まだわかりませんよ。では、もうそろそろ入るわよ。入ったらどうなるんだ。多分ここで終わりだね。はあ、やっと終わったぜ。お、また新しい怪物の登場だね。体中に歯車が入って動いているけど、ちゃんと動くのかな。は、初めて見たぜ。あ、いよいよチャプター3に突入ですね。ということは、また来年ってことだね。なんか怖そう。はあ、やっと終わった。また2年後に挑戦だな。お、もうエンディングに入ったようだね。はあ、でも本当に面白かったが、もう結構やられたからな。しかもクオリティが高すぎて、本当に怖かったよ。いやー、本当に面白かったよ。またぜひとも挑戦したいね。さすがファンの人が作ったゲームだね。あと能力の使い方も覚えたけどな。でもあたいも頑張っよ。そうですね。では、チェックしていこうかな。ではまず、ファンアートから見ていこうかな。あ、ゲームモデルもチェックできるんだ。さあ、どんなアートかな？お、これがファンアートなんだね。ちょっと右が怖いんだけど。うわ、怖い怖い。あと歯がやばいんだけど。お、上手に描いてるね。え、誰？よくわからないが、いいアートだぜ。お、上手上手。やっぱダークデセクションのファンはすごいですね。うわ、これはやばいね。よし、これで全部見れたし、次は音楽に移ろうかな。全部回収したのかわからないが、また取りに行けばいいさ。あ、まだオープンしていないようだね。じゃあ来年にリリースされるってことですね。じゃあ、早く済ませていこうかな。お、こういう画面になるとはね。しかもレコードがついてるね。どれを聴こうかな。じゃあこれ。お、これはタイトル画面の曲だな。あれ、戻っちゃった。お、これは初めての曲が流れてきたね。じゃあ、他の曲を見ていこうかな。ロックされてるんだけど、あれ、カルキスとの大落札でレコードがあったんだ。知らなかった。まあまあ、また後で取りに行けばいいじゃん。あ、ここにもロックされているね。はあ、ちゃんと確認するべきだった。ではまた戻らないといけませんね。じゃあ次もモデルを見ていこうかな。うわ、最初出てきた怪物。あ、あったな。
うわ、後ろに目玉が。うわ、なんかキモ。あと顔も恐ろしかったでしたね。なんかが人に似てるね。よし、次。あ、前にあった怪物だね。フォロワーと言うんだな。なんか前より早かったね。なるほど、名前なしでファーザーと言うんだね。あれ、これ説明書いてあるじゃん。おっと、確認していかないとな。なるほど、見失うまで追いかけてくるってことね。え、フォロワーがファーザーを近くの五芒星にテレポートさせるって怖いわ。やっぱ恐ろしいですね。前から出てきたもんな。あれは怖かったよ。それにその、がやばいんだけど、そのアボードを逃かしてほしいぜ。じゃあ、また次移るよ。うわ、人食い植物が出てきた。スクリーチャーと言うんだな。あの植物やられてたけど、もうトラウマになったわ。つまり、相手の方を振り向くと、声を上げて気絶として石になるってことですよね。さすがにあれはまずかったね。今度はヴィーナスフライトラップね。え、歯が鋭いんだけど。今回捕まってなかったし、ちゃんと走ってよかったな。うわ、こいつか。え、3秒後にやられるってこと？足を止まったら残機が減ってたよね。視界がやばかったからな。お、かわいい名前だね。オードリーと言うんだね。そうよね、ちゃんと餌をあげないと通れないからね。うわ、ボスが出てきた。ツーリップスか。やっぱタイミングが必要だったね。お、第二形態が出てきた。はぁ、こいつの炎にやられたからな。まぁ、失敗はよくあることだから。それどういう意味だ。いや、なんでもない。さぁ、残りあと最後だね。うわ、第三形態が出てきましたね。もうこれで全部ってことだな。私もあの植物にやられたからね。私もだ。じゃあ、残りのレコードを探しに行くよ。確かここにレコードがあったよね。お、あったあった。残りあと一つか。あともう一つは？神殿に入って右側にあるよ。まさかリプレイモードがあったとはね。そうだ、いくらでもやり直せるんだぜ。でもストーリーモードの場合はどうでしょうか？その時は一からやり直す必要があるからな。それをよく覚えてくれ。はい、わかりました。ここだよね。お、それで最後ね。もうこれで揃ったか？そうね、あとは戻るだけだね。はぁ、これで終わったね。さあ、まだ聴いてない曲を聴こうかな。お、ロック解除されたね。暗黒儀式の曲だな。じゃあ他の曲も聴いてみようかな。これも解除されたね。お、いい曲じゃん。ねえ。じゃあ残るはこの曲かな。皆さんもね、もしよかったら挑戦してみてくださいね。概要欄に貼っております。さて、もうそろそろ戻ろっか。そうね、ちょっとチャンネル登録者数を確認しないとね。はぁ、やっと戻ってこれた。いやぁ、いろいろ大変だったが、本当に面白かったぜ。むしろ怖かったよ。また次回のアップデートが楽しみだね。でも能力の使い方は分かってきた。またどんな能力が出てくるんだろうな。それで霊夢さん、チャンネル登録者数はどうですか？ちょっと待って、確認してみるよ。はぁ、いろいろ実況してきたからな。そうね。あ、あれ？どうしました？涙が出てきた。もう1000人突破したー。よっしゃー。よー。はぁ、やっとここまで来たんだね。みんな、おめでとう。いやー、ほんとによかった。
もうみんなで頑張ったからな。いや、これもみんなのおかげだよ。本当にありがとう。霊夢、この後どうするんだ？そうだね、もう1000人まで達成したんだし、もうそろそろ YouTube パートナープログラムに申し込むと思うの。そうか、すぐに申し込めば、このチャンネルが収益化されるな。さあ、もう忙しくなりそうだね。そうですね、また私たちも頑張らないといけませんね。ちょっとお面も追加しないとな。あとこっちも道具と機械も作らないといけないね。なんか忙しくなりそうだね。そうだね、なぜならもう1000人突破したからね。よし、こっちも準備していくか。はい、というわけで皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございました。この後、すぐに YouTube パートナープログラムに申し込みたいと思います。なので、申請には少し時間がかかるので、またショート動画を出したいと思います。申請が完了したら、またお知らせいたします。あと、シンジーマジグさん、またダークディシリュージョンをプレイさせていただきました。本当にありがとうございました。また次回のアップデートを楽しみに待ってます。はい、今日はここまでにしたいと思います。もしよかったら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。またな。また、バイ、オツです。よろしく。じゃあね、またどうぞ。